マットになったりするわけだよな。そう、あ、いいこと言った俺ね。質問ね、ありがとうございました。本当にありがとうございました。セピアさんは好きなうちは YouTube には行かないそうです。おっでマットっていう言葉があったけどさ、セピアさん、僕の視聴者がセピアさんのマット大量に上げてるんですけど配信戦隊っていうマット見ていただきましたから。それに関しては、はい、ね、僕が楽屋で見せたあれ どうでした、見て見てセピアさん、あれどうでした。あ、まあ一言、お前らいい加減にしろよと。まあ正直、はい、正直ね、まあ、本当に一番フラットな言い方すると、はい、正直あんまり興味がないですだから、ね、まあ、やりすぎなければ悪意がないものであれば、ね、話題にしていただいたり、はい、それで楽しんでいただけるっていうのはそれ自体は嬉しいことなので、はい、はい、どうぞご勝手にやった俺ね、おすすめのセピアさんのマットがあるんですよ。セピアさんが緑巻き場を、それそれ超好き緑巻き場のオープニング、ね、今からこれ多分10分ぐらいこの会話して多分ネタが20個30個出てくると思うんだけど俺何一つ知らない自信がある。あのセピアさんのサンダーバードも見てみたセピアさんのファイブジャーンフォージャーンっていう英語のあれが全部セピアさんの英語の発音で出てるサンダー、それみんな知ってるの知ってるよね、それみんな知ってるの、知ってるよ、知ってる、あれね面白いんですよ。だぜひちょっとね、マキバオとサンダーバードはね勉強になるな勉強になるな、見ていただきたい。僕前リードしてたと思うからいやでもね、マットの人になっちゃうのは、うん、ちょっとあれかな、だからマットのだけで知られるっていうのじゃなくて、実際こいつは何者なんだっていうのをその負けないようにちょっと自分自身の最新の活動も頑張っていかなきゃなっていう、 そうだ、ね、そっちありきでっていうことだもんね。それは多分うんこちゃんもそうだと思うよね。もちろんもちろん、自分が今やってるリアルタイムでやってることっていうのを見てほしいし、うん、聞いてほしいし、うん、っていう、うん、なんかしかもそうやって面白いマット俺もよく上げてもらうんだけど、そういうふうに取り上げてもらえるようにその自分の活動で視聴者増やしたいなとか、そういう気持ちにもなるからね。やっぱ嬉しいわけじゃん、うん、自分を題材にしてなんかその動画作ってくれるって、あれだって時間かかってるから、明らかにあれすごいよね、めっちゃ時間かかってるから、なんかどうやって作ってるのか分かんないぐらいの編集能力なんだよあれ本当に。俺ね逆にじゃあちょっとこう反撃していい？あ、いいよいいよいいよ、あれが好き、カトナクション、カトナクションあれね、あのね、僕たちバンドで新たな話の練習したのはあなたのせいだ、ね、そうカトナクション見てやってくれたの、見てやってくれたらと、別に俺の曲じゃねえけど、別になんか今そうだね、宝なんかもう俺が作ったみたいになってるけど、全然俺部外者で、ね、むしろ申し訳ないけど、そうなんかその絶叫してる部分だけを切り取って変なマットみたいなのっていっぱいありましたもんね。いっぱいあった昔は5、6年前なんかすごいもうあ、そんなそれ意味わかんないですたくさんあった、俺そんなセピアさん見たくなかったんです俺そんななんか規制を発してる、今のところカットしててください録画開けるとき。え、でもマキバオの歌のところこんな感じだったよ走れー走れーみたいなそうあれ面白いよね、知らないんだよなあれ絶対、ね、知らないんだよなそれ、すごい面白い。マキバオとなんだっけ、サンダーバード、サンダーバード、サンダーバード、これ終わったらこの舞台終わって後ろ下がったら3人で見ましょう、そのまたちょっと次のステージがありますんでちょっと移動しなきゃいけないんで、すいません分かった、俺今無視してたけど拾うわ。セピアさん、僕もう一個謝らなきゃいけないことがあって、はい、信長の野望っていうゲームを実況したときに、はい、セピアさんの顔を勝手に使って、はい、将軍に仕立て上げて勝手にセリフまでつけてやってたことは本当に深くお詫び申し上げます、はい、本当はい、勝手に使っちゃってたんですけど、まあ、いいことですよ、はい、セピアさんの顔をちょっとだけ切り抜かしてもらって江戸時代風にしてえっていう顔を使わせてもらっちゃってたんですけど、もうしないです僕は。やっぱもともともね、仲友人なんで僕は、ひでえことすんじゃねえぞお前ら、本当にお前らせいだからな、こんなことやってんな勝手に使いやがってよ、責任転嫁ふざけんなよマジで、お前らのせいだよ、今正式に謝罪しましたわだかまりがこのなんか毒がうんぬんっていうのは何なんですか、これ何なんですか、じゃあまあそれも後でちゃんと見せるけど、その時のセピアさんの顔があまりにもその時代にマッチしてて、戦国時代になんかニヤって顔してて、うわこのセピア旦那毒が入ってますぜって顔してるなっていうのをずっと言い続けたんですよ。セピアさんちょっと言いそうじゃないですか、ちょっともう家臣だったら言わないですよね、セピアさんね、今毒が入ってますね。そう、ね、これも危ないですよ。そうそう、危ないですよ。本当はこうですよ。本当皆さんね、間違えないように。僕のフィルター通したらそうなっちゃったけど、本当は毒入ってますよって丁寧にね言ってくれるんですよ。本当は。
優しいよね本当にね。だからもうそんなんじゃなくて俺の暴露じゃなくてなんか質問来いよ質問どんどん俺のあれが下がっていくじゃねえかよセピアさんの俺の好感度が。